ピー・リッチの戦いは、南北戦争中の1862年3月7日から3月8日に、アーカンソー州の北西、ベントンビルに近いピー・リッチで行われた戦闘である。この戦闘では、サミュエル・カーティス准将率いる北軍が、アール・バンド・ドーン・少将率いる南軍を破った。その結果、実質的に北軍による、 水売り州支配が固まった。この戦いの特徴の一つは、南軍が北軍より勢力で上回っていた数、少ない戦闘の一つということである。1861年後半から1862年初めにかけて、水売り州の北軍は事実上南軍を州内から追い出していた。1862年春までに、 北軍のサミュエル・カーティス巡将はその南西部軍で南軍をアーカンソー州に追い込もうと考えた。カーティスはシュガークリークという小さな川に沿ってアーカンソー州ベントン軍に約1万500名の部隊と50門の大砲を移動させた。その部隊は主にアイオワ州、インディアナ州、イリノイ州、ミズーリ州及び オハイオ州出身の兵士で構成されていた。その半分以上はドイツ系移民だった。カーティスはクリークの北岸に防御に優れた場所を見出し、そこの防御を固め大砲を据えて予想される南からの南軍の攻撃に備えた。P ・リッチの戦い戦闘配置南軍の R ンドーン少将はライバル関係にあるミズーリ州のスターリング・プライスとテキサス州の ベンジャミン・マカロック各将軍の一触即発状態を沈めるためにミッシッピ川流域地区軍の全体的指揮官に指名されていた。バンドーンの西部軍は総勢1万6千名であり、その中にはチェロキー族。バンドーンは北軍がアーカンソー州に入ってきたことに気づき、カーティスの南西部軍を撃破して、 ミズーリ州への戸口を開けようと考えた。バンドーン将軍は、カーティスの残豪陣地を正面から攻撃しようとは思わなかった。1862年3月4日、その軍隊をプライスとマカロックの率いる2つの師団に分け、ベントンビル迂回路に沿って北へ行軍させ、カーティスの背後に回って、 その通信線を遮断することを期待した。バンドーンは速度を生かすために市長隊を背後に残したが、この判断は後で重要な結果になった。南軍はファイエットビルからエルムスプリングスとオーセージスプリングを通ってベントンビルに至る道を凍えるような嵐の中、3日間の強行軍で観覧シンクした。 南軍兵の多くは装備が十分でなく裸足であり、雪の中の地の混じった足跡をたどればその軍隊を見つけられると言われた。南軍は道路に神経を使いながら植え疲れ切って目的地に到着した。南軍の問題を複雑にしたのはマカロックの部隊が遅れて到着したことだった。バンドーンはマカロックに P リッチンの生誕を回り、 南面に沿って東に転じてエルクホーン酒場でプライスの手段と落ち合うように命じた。バンドーンとプライスはオネの北面に沿って東に動きエルクホーン酒場を確保してマカロック隊を待つことになっていた。この遅れによってカーティスは後方からの予想していなかった攻撃に 対応するためにその軍隊の再配置をはじめ、バンドオン軍の二つの翼の間に自軍を置く時間ができた。カーティスは、石膏やアーカンソー州の北部支持者から警告を受けて、シュガークリーク背後に散加した部隊を急速に集中させた。3月6日、ウィリアム・バンデバーの700名の旅団がハンツビルから、 リトルシュガークリークまで16時間に42マイルという波外れた行軍を行った。しかし、カーテイスの右側面にいて、副指揮官であるフランツ・シーゲルは不注意だった。シーゲルは360名の特別任務部隊を西に派遣した。この部隊は続く3日間の戦闘に参加できなかった。 シーゲルはうっかりと南軍が進行している道路から、騎兵の偵察隊を引っ込めてもいた。幸運にも、第二ミズーリー連隊のフレデリック・シェファー大佐が、独自の判断で、その偵察範囲を広げて、隙間を埋めていた。バンドーン軍の前衛隊がエルムスプリングス近くで、これら偵察隊の一つにぶつかってしまった時、北軍に警告が発せられた。しかし、 シーゲルは、ベントンビルを出て行くのが遅れたので、その後衛隊は3月6日にバンドー軍に危うく、捕まりそうになった。シーゲルは、不可解にも南軍がほとんどを到着するまで待ち、その600名の兵士と6門の大砲を、北東のカーティスの陣地につながる道に交代を命じた。イライジャ・ゲーツが指揮する。 第一ミズーリ機兵隊が南からシーゲル隊を攻撃し、その退路を塞ごうとした。ゲーツ隊の九州で第36イリノイ連隊の一個中隊を捕獲したが、シーゲルの撤退中の兵士が予想に反して、集団でぶつかってきた時に多くは解放された。シーゲルはその小さな部隊を何とか使えるようにし、 ゲーツ隊に対して結露を開かせたが、ジェームズ・ M ・マッキントッシュ准将のしくじりに救われた。この南軍の将軍は、シーゲル隊を北西から包み込み、ゲーツ隊に南から蓋をさせようと考えた。しかし、マッキントッシュは、その3000名の騎兵を誤って遥か北の道に連れて行った。その道からそれて3マイル行軍した後で東に、転じて、 リトルシュガークリーク渓谷に至る道路に進ませた。シーゲルの北東に向かう道路と、マッキントッシュが東に向かう道路が出会うところに着いた、時は、シーゲル隊が、その交差点を通過した直後だった。南軍の追撃をかける試みも撃退された。第三テキサス気兵隊が突撃をかけたが、シーゲルの主力戦に当たって跳ね返っただけだった。南軍は、北軍の大砲とライフル銃の、 突然の重砲日にさらされて10名が戦死し、約20名が負傷した。カーティスは、リトルシュガークリーク北の崖上の防御陣で、電信道路あるいはワイヤー道路をまたいで、その小規模4個手段を排した。このクリークから、電信道路は北東にエルクホーン坂場まで伸びており、そこで東に向かうハンツビル道路と西に向かうフォード道路と交差していた。 エルクホーンからは北に伸びてクロスティンバーホローに降り水無理州に入る宗教を横切っていた。そこからは北軍の補給線である電信道路が北東のセントルイスまで続いていた。電信道路の北西にはカーティスの崖上陣地とフォード道路のほぼ中間リータウンの小集落があった。カーティスの作戦本部はエルクホーンとリトルシュガークリークの間のワイヤー。 道路上にあるプラットの店に置かれた。バンドーンはベントンビル迂回路を通って北軍の後方に回れると期待した。このためにカーティスの陣地西にあるキャンプスティーブンスから出発した。そこから迂回路はピーリッチ大地の北東に繋がっていた。トゥエルブコーナー協会のところでホード道路が分岐し東のエルクホーンに繋がっていた。そこから迂回路は北東に続き クロスティンバーホローのすぐ北でワイヤー道路と出会った。ベントンビル迂回路の南、クロスティンバーホローの西及びホード道路の北は軍隊が通過できないビッグ山があった。3月6日の夜、グレンビルドッジ大佐がいくつかの部隊を率いてベントンビル迂回路を塞いだ。ドッジがこのアイディアをカーティスに提案し、カーティスが認めた。トゥエルブコーナー協会とクロスティンバーホローの間で木を 切り倒して道路に渡した。その遊告プライス師団を先導とするバンドーン軍はクロスティンバーホローに向けた長い行軍を始めた。夜間の行軍はどっちの置いた障害物を払う必要があったが、バンドーン軍には公兵がおらず、参謀の動きが悪かったり兵士が疲れていたために遅らされた。バンドーンはその2個師団両方が クロスティンバーホローに到着するよう計画したが、明け方までにプライス師団の戦闘が到着しただけだった。この遅れのためにバンドオンはマカロック師団にトエルブコーナー協会からフォード道路を通りエルクホーンでプライス師団に落ち合うよう指示した。北軍の偵察隊が3月7日の朝に南軍に子師団の動きを感知した。カーティスは 南軍の主力がどこにいるかわからないまま、友人エーカー大佐の第四師団から、ドッチの旅団を北東のワヤ道路に進ませ、エルクホーンカバで第24ミズーリーフ氷連隊を落ち合うようにさせた。カーティスにとって幸運なことに、ドッチはまだ北軍広報に対する脅威を心配しており、その命令には従わず、その旅団をプラットの店のところまで戻した。 このことで、すぐにでもエルクホームを補強することが可能になった。カーティスはまたフォード道路に沿って、偵察を行うために、ピーター・ジェイ・オスターハウス大佐の指揮する特別任務部隊を北に送っていた。オスターハウスの部隊は、自身の第一師団から、ニコラス・グルーセル大佐の旅団と、サイラス・バッシー大佐の騎兵隊と12門の大砲で、 構成された。マカロック師団は、ジェームズ・マッキントッシュ将軍の騎兵旅団、ルイス・エベール大佐の不評旅団、およびアルバート・パイク准将のチェロキー旅団で構成された。マカロック師団は、ホード道路を西に回り、リータウンという小さな村落で北軍の部隊と遭遇して激しい銃撃が始まった。衝突が起こって間もなく、 マカロックとマッキントッシュが戦死し、エベール大佐は捕まえられた。このために、南軍の指揮系統が事実上潰れ、その後の混乱の中で実行ある攻撃を組織できなくなった。リータウン、編集午前11時半、オスターハウスは、馬で樹木隊を抜け、ホスター農園に行くと、驚くべき光景を目撃した。 ほんの数百ヤード向こうのフォード道路をマカロック師団全軍が東に行軍していた。オスターハウスは勝ち目がほとんどなかったものの、その不評旅団が配置につく時間を稼ぐためにバッシーの小さな部隊に攻撃を命じた。北軍の三門の大砲が砲撃を始め少なくとも南軍兵10人を殺した。 マカロックは、マッキントッシュの3000名の騎兵を南に回し、攻撃を命じた。大量の南軍病の攻撃は単に北部兵に群がるだけだった。彼らは、バッシー隊にドット押し寄せ三門の大砲すべてを捕獲した。わずかに西では、第三アイオア連隊のニコ中隊が、チェロキー旅団の待ち伏せに遭い、同じように改装した。 このアイオワ隊の戦士24名に対し負傷17名という異常に高い戦士負傷費はインディアン戦士が多くの負傷した北部兵を殺したことを暗示している。何人かおそらく全部のトリンブルの負傷したアイオワ人は殺され少なくとも8人は頭皮を剥がれた。樹木帯の南にはオバーソンの畑があった。グルーセルには オバーソンの畑の南側にある森の外れに、その旅団と旧門の大砲を据える時間が取れた。サルロスが用心深く、第6テキサス連隊を率いて、バッシ,シー隊を追撃していた。しかし、ロスが畑に乗り入れた時、その部隊は、砲撃を受けて、すぐに後退した。グルーセルは、第36イリノイ連隊から三兵に個中隊を、 選び出して、オバーソンとフォスターの畑の間にある樹木体の南端に沿って、それらを配置した。北軍の砲手たちは、樹木体越しに、山なりの砲弾を発射し始めた。榴弾砲は、めくら打ちだったが、最初の砲弾の爆発で、チェロキー族を恐怖に陥れ、彼らは急に交代して二度と集められなかった。一方、マカロックは、 ルイス・エベールの4000名の不評旅団に広い前線を熊瀬南に送った。エベールは南北に伸びるリータウン道路の東にいる4個連隊を統制し、マカロックが道路の西側の4個連隊を指揮した。このテキサス人将軍は馬で樹木隊に進み自ら北軍の陣地を偵察した。まだ樹木隊の中にいるうちにイリノイ三兵の射程内に入り、心臓を撃たれた。 マッキントッシュはすぐに自分が指揮官になったことに気づいた。しかし、マカロックの参謀たちは、彼らの人望ある指揮官が死んだことで兵士の指揮が落ちることを恐れ、この悪い知らせを部下の主官たちの多くには知らせないでおくという懸命で、ない決断を下した。マッキントッシュは、エベールや他の誰にも相談せず、自分の元の連帯である。 第二アーカン早期場ライフル連隊の下馬していた部隊を衝動的に攻撃させた。この部隊が樹木隊の南縁に到達した時、グルーセル旅団の一斉射撃に見舞われ、マッキントッシュは銃弾を受けて落馬死死んだ。そうしている間に、まだ師団指揮官になったことを知らない、ヒーバート大佐が攻撃隊の左翼を率いて南の森に入った。 一方、右翼にある連隊の大佐たちは独自の判断をせず、交代してエベールからの命令を待った。およそ午後2時だった。フォースター農園への北軍による目ら打ちと南軍指揮系統の崩壊により、マカロック師団の指揮が崩壊し始めた。ヒーバーとの強力な攻撃は際どい時に、ジェファーソン C ・デイビスと第三師団に止められた。デイビスはもともと、 エルクホーンに配置されたが、カーティスがオスターハウスの報告を聞いた後でその部隊をリータウンに向かわせた。南軍の4個連隊は、ジュリアス・ホワイトが指揮するデイビスの先導旅団をほとんど圧倒するところだった。デイビスは、騎兵大隊に突撃を命じたが、この攻撃は、容易に南軍不評隊に跳ね返された。デイビスは、トマス・パッティソンの旅団が到着した時に、彼らを、 森の道に送って、エベールの開いた左側面を包み込むようにさせた。フォスター農園にいる世紀のない南軍部隊によって、妨げられること。深い森の中での大変激しい戦闘後、南軍は三方から押されて、報道道路まで後退させられた。荘園が煙る、混乱の中で、エベールと小さな部隊が、右翼の残り部隊とはぐれてしまい。 北軍前線の隙間をまごついて、森その日遅く、北軍の騎兵隊がエベールとその集団を捕獲した。この時点で、マカロック師団の指揮権は、通常ならば、第3テキサス騎兵連隊の指揮官、エルクナ・ーグリアに行くはずだったが、その前の指揮の混乱のために、数時間も上官の死や捕虜となったことを知らされなかった。その間に、マカロック師団の指揮官の並びからは、 実質的に外れていたアルバート・パイク順将が午後3時頃にリータ、午後3時半、エベールがまだ森の中で悪戦苦闘している時にパイクは一番近い連隊を率いてトーエルブ・コーナーズ協会までの交代を決めた。この動きが全体的な混乱の中で起き、数隊は戦場に取り残され、ある部隊はキャンプ・スティーブンスに向かって戻り、他の隊はビッグ山を回って、 バンドーンド軍の方に向かった。この時点で少なくとも一個連隊は武器を捨て後の回復のために埋めておくことを命じられた。わずか7時間後、グリアが残り部隊の指揮を取り、その時点でパイクの行動を知らされた。当初グリアは戦場に残ることも考えたが、バンドーンと相談して、その軍を退き、クロスティンバーフォローにいる軍隊の残りに合流する。 ことにした。ピーリッチの反対側では、バンドーンとプライスが、エルクホーン酒場近くで北軍と遭遇した。バンドーンが攻撃を命じ、夜が訪れるまでに、南軍は北軍を後退させることができた。電信道路とハンツビル道路を確保し、エルクホーン酒場での北軍通信線を遮断した。マカロック師団の残兵が、夜の間にバンドーン軍に、酒場で合流した。 エルクホーン酒場、編集午前9時半、プライス師団の先導隊であるさ、ナルの騎兵大隊が、クロスティンバーホローで、第24ミズリ連隊の一個中隊に突き当たった。その後間もなく、北軍第4師団のカーが、どっちの旅団をすぐ後に従えて、エルクホーンに到着した。カーは酒場近くの台地の端に来たに面して、連隊を展開させ、 第24ミズーリ連隊は交代させて、ビッグ山のふもとでその左側面を押さえさせた。続いて第1アイオワ大隊の4本の大砲を前面に出して、南軍の進軍を遅らせた。この時点で、バンドーンは大きな誤りを犯した。バンドーン軍の使える5000名の勢力に対して、かなり劣っているカーの部隊に突撃するのではなく、慎重になって、 プライスに十分にその手段を配置するよう命令した。北軍の大砲が火を吹いた時、バンドーンは自軍の大砲にも応じさせた。まもなく南軍の21門の大砲がアイオア大隊の大砲に猛攻撃を加えた。この時までにプライスの不評がやっと北軍の大砲に向かって丘を上がり始め、積極的な反撃を目指して丘を降ってくるカーの部隊に遭遇した。 南軍の前進はエルクホーン近くで止まったが、プライスの左側面部隊はかなり東にあるウィリアムズホローまで進んだ。この部隊が大地に到着すれば、カーの右側面が対応しなければならないはずだった。午後12時半までにカーの第二旅団であるバンデバー隊がエルクホーンに到着した。カーはこの部隊をすぐにプライスの右側面への反撃に使った。 優勢な南軍が最終的にバンデバー隊を丘の上の方に少しだけ押し返した。午後2時、バンドーンはマカロック師団がエルカホーンでプライス師団と落ち合えないことが分かった。この時、ヘンリー・リトルが独自の判断で第一ミズーリー旅団に合図して前進させ、南軍の進軍が丘を覆うようになった。このことで、 バンドーンはついにより攻撃的な行動を取る決心をした。プライスが負傷したが、まだ左翼の指揮に止まっており、バンドーンは右翼の戦術的な指揮を取った。しかし、プライスの手段を攻撃用に再編成するためにより、多くの時間が費やされた。一方、カーティスはできる範囲で、カーの部隊を援助するために、小さな部隊を急行させた。カー自身はくるぶし、 首及び腕と三箇所も傷を負ったが、戦場を離れることを拒んだ。1894年に、カーはこの日の行動で名誉勲章を受けることになった。午後4時半ごろ、プライスの左側面部隊がやっと、ウィリアムズ・ホローから現れた時、カーの前線は、側面攻撃にさらされた。右手では、どっちの旅団が、 クレモン農園での激しい戦闘に耐えた後で崩壊した。左手でも同じくらい激しい戦闘があり、バンデバー隊は着実に酒場からさらに後方へ押し込まれていた。中央ではリトルがその部隊を率いて北軍大砲の方向に迫っていた。バンデバー隊は何度もその陣地を後方にずらすことを繰り返された後、酒場からは4分の1マイル南のラディック農園で、 南軍の圧力を止めた。そこで、ドッジ隊、アレクサンダー・エース・アスボスの第2師団の一部及び、カーティスと合流した。午後6時半、カーティスは簡単な反撃を試みたが、暗くなったのでその部隊を呼び戻した。暗くなると気温が急降下し、両軍の兵士にとって大変不快な夜になった。カーティスは夜の間に、 デイビスの第三師団をラディックの応援に呼びつけた。デイビス隊が到着するとカー隊の左手につけられた。シーゲルは第一及び第二師団を夜通し攻軍させたが、最後はプラットの店近くで宿営させた。この日の最後の戦闘で負傷したアスボスは度胸をなくしてカーティスに撤退を強要した。カーティス軍はこの時、 水売り州から切り離されていたが、カーティスはそんなことにお構いなく自信を持って翌朝の勝利を予言した。マカロック師団の多くの連隊や砲兵隊がクリアに引きられ、夜間の行軍でベントンビルー回路やクロスティンバーフォローを経由してバンドーンのところに到着した。 バンドオンは自分の誤った命令で市長隊が向きを変えその日の午後と夜の間にキャンプスティーブンスに戻ったことに気づいていなかった。翌朝、南軍の予備団役は絶望的なくらい遠くにあった。3月8日の朝、カーティスは酒場近くにその大砲を集中させ、その供給線を回復させるために反撃を開始した。攻撃を率いたのはカーティスの副指揮官。 フランツ・シーゲルだった。集中した大砲に騎兵と不評の攻撃を組み合わせ、南軍の前線を押し込み始めた。正午までにバンドーンは自部隊の弾薬が突きかけ、市長隊は何マイルも向こうにあって部隊に最強をするためには間に合わないことを理解した。バンドーンは勢力的に上回っていたにもかかわらず、ハンツビル道路を撤退した。 早朝、シーゲルは、オスターハウス大佐にエルク法ン西の広い草原を偵察させた。オスターハウスは、大砲の陣地として優れた小山を発見し、それを、シーゲルに報告した。さらに、第一及び、第二次団は、前夜の混乱した経路をたどり直すよりも、単純に、電信道路を通って、デイビスの左手に配置することを提案した。シーゲルは、 この忠告に同意しその小規模分断を動かした。この間にデイビスは、イリノイ大隊にその陣地から、反対側にある森の中に数回の一斉射撃を命じた。これが、南軍の鋭い反応を生んだ。南軍の三個大隊が砲撃を開始し、北軍二個大隊は交代し、デイビスも開けた場所から、森の中にその部隊を交代させた。 この後南軍が探りを入れたがすぐに撃退された。間もなくシーゲルの部隊が、デイビス隊の左に長い戦列を敷いた。午前8時までにアスボスの小規模師団が最西翼に、配置につき、その隣にオスターハウス、デイビス及びカーの師団が並んだ。カーティスの前線は外して北を向いていた。これは、南北戦争の中でも、側面から側面まで一つの連続した前線に、 全軍が配置されたことでは、稀な例だった。シーグルは21門の大砲を、エルクホーン西の開けた小山の上に集中させた。シーグル自らが指揮した北軍の砲兵は対抗する、南軍の大砲12門に対して、非常に効果的な砲撃を始めた。激しい砲火を浴びた南軍の砲兵が交代すると、 バンドーンはニコ大隊にその場所を確保するよう命じた。新手の大隊の一つが恐怖にとらわれて逃げ出すと、バンドーンはその指揮官を逮捕させた。しかし南軍の指揮官はシーゲルの破壊的な砲撃に対抗することはできなかった。南軍の大砲からの反撃は効果が薄く、戦死した北軍兵はほとんどいなかった。シーゲルは 敵軍の大砲をほとんど無害にして、南軍の不評がいる森の中への砲撃を指示した。ビッグ山のふもと近くで弾けた砲弾が岩や木の破片の恐ろしい組み合わせを生み出し、第二水入り旅団をその陣地から追い出した。これは南北戦争の中でも砲撃が敵陣地を効果的に弱らせ、不評襲撃の道を開いたことでは数少ない事例の一つだった。この砲撃の間に、 シーゲルの不評隊はじわじわと前進を続けたので、午前9時半までに、その師団は、右旋回を行い北東を向いた。この時までにバンドーンは、その予備弾役が歩けば6時間かかる、位置にいる市長隊にあることに気づいた。バンドーンは、勝利の望みがないことに苦々しく気づき、ハンツビル道路を通って撤退する決断を下した。この道は、酒場からは東に行き続いて、 南に曲がっていた。プライスも、その負傷で、指揮不能であり、バンドーン軍は混乱の中を、ハンツビル道路に向かって動き始めた。午前10時半、シーゲルは、そのニコシダンを攻撃のために前進させた。最左翼では、アスボスの連隊が、第二チェロキーキバライフル連隊を、ビッグ山の地点から追い出した。オスターハウスは、リトルの第一ミズーリ旅団の抵抗されていた。 まもなく、カーティスはデイビスに、中央の攻撃を命じた。カーティスは南軍がその右側面を過ぎて撤退しつつ、あるとは認識しておらず、カーの傷ついた手段をその右手に置いたままだった。バンドーンは午前11時頃に撤退に加わった。正午頃、シーゲル隊の兵士が、エルクホーン酒場近くで、デイビス隊と落ち合い、大きな、勝利のおたけびが交わされた。 南軍兵の多くは遮断されて、ワイヤ道路を逃亡し、クロスティンバーホローに入った。そこから不評隊は、ベントンビルー回路の道を逆にたどった。いくつかの大隊は、北東の水入り州に入りその後南のオザーク高原を抜けた。混乱していたので、カーティスは、バンドーンがハンツビル道路を逃亡したことを理解できなかった。バンドーンがクロスティンバーホローを通って撤退したと考え、 シーグルといくらかの騎兵隊をその方向に追わせた。シーグルはカーティスに追撃を任された部隊の指揮を取る。代わりに、その2個師団を集めて、北東のミズーリ州、キーツビル方向に進んだ。そこの近くで、カーティスに市長隊をそこまで送ってくれるよう依頼した。私は前進しているので、 交代ではないと困惑したカーティスはその参謀に伝えた。3月9日、シーゲルがやっと戦場に戻り、南軍の主力がミズりリ州を通っては撤退しなかったことを認めた。北軍の報告ではこの戦いでの戦死者203名、負傷者980名及び不明が201名で、合計1384名の損失となっている。 この中で、カーの第4師団は682名を失ったが、ほとんどは1日目の決死の抵抗によるものだった。デイビスの第3師団は344名を失った。アスボストカーは負傷した。バンドーン軍は戦死負傷合わせて800名、200内死300名の捕虜と報告したが、これはおそらくは少なすぎる数字である。より現実的な推計では、南軍は、 P. リッチで2000名の損失を出した。この損失には上級士官が高い比率で含まれている。マカロック、マッキントッシュ及びウィリアム・アイスラック各将軍は戦死するか致命傷を負った。プライスも負傷した。大佐の中ではエベールが捕虜になり、ベンジャミン・ライブズが致命傷を負った。バンド・オン・軍主力はその市長隊と離れたまま、1週間も、 人口が稀な田園を抜けて撤退し、住民から得られるわずかな食料で飢えをしのいだ。最終的にボストン山脈の南で市長隊と合流した。南軍は P リッチでの敗北により、その後二度とミズーリ州を真剣に脅かすことはなくなった。数週間のうちにバンドン軍はミシシッピ川を東に越えて、 ネシーー軍とと合流することになりアーカンソー州は事実上無防備になったカーティスは、この勝利を得て、東に動き、ミズーリ州ウェストプレーンズに進んだ。そこから南に転じて、無防備の北東アーカンソー州に進んだ。カーティスは、リトルロックの占領を望んだが、これは、物資が不足して不可能だと分かった。その代わりにホワイト側にほぼ沿った道をたどり、 南港を続け7月12日にアーカンソー州ヘレナを占領した。カーティスは自信を失わず勢力が劣る自軍の効果的な全体統制を行った。その4個師団の指揮官のうち3人、オスターハウス、デービス、およびカーもよく使えた。旅団指揮官として、ドッチ、バンデバーおよびグルーセルも功績を残した。3月8日朝のシーゲル、しかし、 その他の場合の突飛な挙動と、この勝利に対して、自分の功績を主張したことで、シーゲルとカーティスの間に亀裂を生んだ。シーゲルは、間もなく、バージニア州での指揮に配転された。一方、バンドーンは兵団を無視し、全軍の統率にしくじった。マカロックが戦死し、その師団がバラバラになった時、バンドーンは、プライス師団の戦闘の戦術的詳細に、 囚らわれていた。その素人の参謀は重要な時に、市長隊との連絡が取れず、その他にも多くの誤りを犯した。南軍側のすべての士官の中で、ヘンリー・リトルが際立った能力を示し、戦闘の終わり頃には、プライス手団の事実上の指揮官となった。P ・リッチの戦場跡は現在、P ・リッチ国立軍事公園となっている。この公園は、 南北戦争の戦場の中でも最も保存状態の良いところと言われている。激しい戦闘の舞台となったエルクホーン酒場が再建され当時の位置に今もある。この公園には涙の道の一部2.5マイルも含まれている。ありがとうございます。